もうサーファーがいるあたりは結構いい波出てます。今のところカヤックは誰もいません。とりあえず江ノ島まで行って帰ってきたいと思います。安全運転で。だいぶ江ノ島に近づいてきました。今右見ると鎌倉高校前、あそこら辺が腰越えになります。で、相変わらず左側からうねりが入ってきてて、こう左から来ます。で、ちょっと風出てきたので水面がシャバシャバした感じで、で、意外とですね、僕の右側から風が来るので、こうからのこうからっていう攻めが来てます。なので結構まっすぐ行きたいなと思ってもカヤックがブレるんで、こうジグザグに行く感じになってます。まあでもそこまでひどいコンディションってわけじゃないので、まあ昨日とか一昨日に比べては全然穏やかな海なんで、今日ぐらいパドリングの練習しとかないとね。今ちょうど江ノ島見えます？右側江ノ島で、外のうねりが島にバンバン当たって、なんでこの辺りも結構上下ブーンブーンってなるんですけど、ふと真正面になんかね、セーフティーフラッグが見えて、あれと思ったらなんかカヤックっぽいんで、ね、ちょっとご挨拶に行きますか。あちら忙しかったらご迷惑の話ですけどね、せっかく会場でカヤック乗れたらご挨拶ぐらいしたいですもんね。おはようございます。すごいっすね、 うねりの中の釣り。全然大丈夫ですか？マジっすか？もううねりとシャバシャバと風で、ね、いろいろがいろいろです。今ちょうど稲村ヶ崎の前です。ここに来て今 11.5キロって言ってるから、まだ12キロないぐらいでしょ。で、あそこの浜に戻ったら多分13キロぐらいだから、2キロ足んないんですよ、15キロパドリング練習するまでに。なのでプラス2キロ稼ぐために、目の前の方に逗子マリーナあるんですけども、そっちプラスもしかしたら小坪漁港とか、下手したら隣の逗子のビーチまで行かなきゃいけないかもしれないんですけど、とりあえず2キロの、距離を稼いで、で、そこの家の前の由比ヶ浜の浜に15キロぐらいで着地するように、もうちょっと頑張りたいと思います。いいね、早い。皆さんすごいっすね。怖くないですか？よし、おー、波来た、ウッフー、置いてかれた。いや、急にスピード出るよ。へー、波乗れるようになりたい。楽しい。はい、15キロになったで。15キロになりました。2時間33分も漕いでるって。